こんにちは、知りたいのマスクです。本日は奈良市平松にございます 1LDK アパートのご紹介をさせていただきます。まずですね、リビングの方からですが、こちらの方8畳ほど、ございます。こちらのスペースですね、ダイニングテーブルなどを置いていただけるスペースになったと思います。またこちらのね、リビングと別でですね、キッチンスペースがございますので、キッチンの方も見えづらくですね、非常にいい間取りになっていると思います。こちらのリビングですね、エアコンの方が1台備え付けとなっておりますので、夏冬快適にですね、過ごしていただけるところになっております。はい、またこちらの部屋は1階になりまして、1階の方には広々とした専用庭がございます。コンクリートになってますんでね、手入れも楽になっておりますし、これぐらいのスペースありますと、いろんなちょっとした倉庫であったりとか、そういったものも、置けますね。でこちらはですね、1階になりますので、シャッターついておりますので、防犯面でも安心していただけます。そしてリビングの隣に面したお部屋ですね、こちらの方が約6畳の洋室となっておりますので、ベッドを置いていただき、寝室としてお使いいただけるお部屋になっておりますね。またこちらのお部屋の方にですね、広々とした収納スペースがございます。はい、まずこちらの方はね、棚付きのものになっておりますので、いろんなものが収納できますし、こちら側はですね、ハンガーパイプ2つついておりますので、お洋服の方もたくさんかけていただけるようになっております。もちろんこちらの面もね、テレビ、エアコンの方が設置可能なところとなっております。そしてリビングはですね、こういった形でライトスルースクリーンというのを閉めれるようになっております。はい、こちら閉めていただくこともできますし、開けていただきますとね、シャワーバリアフリーで、また上もすっきりとしたお部屋と、広々としたお部屋としてお使いいただける間取りとなっております。はい、次ですね、キッチンの方になりますね。はい、まずこちら2口のガスコンロを置けるスペース、また調理スペースや、シンクの方も広くなっております。またこちらですね、あらかじめ食洗機を置けるようなものになっておりますので、すぐに設置ができるのが安心ですね。またこちら給湯器のリモコン温度変更をすぐにしていただけます。またこちら、水切り棚の方と収納スペースもですね、大変広々としておりますので、お鍋やフライパンもしっかりと収納していただけます。お料理好きの方には大変喜んでいただけるキッチンかと思いますね。次こちらにですね、冷蔵庫を置いていただけるスペースもございますし、また、キッチンの反対側はですね、大変広々としておりますので、大きめの食器棚も、十分に置けるかと思います。またキッチンのそばにですね、こういった、窓もございますので、換気もバッチリですし、また昼間でしたら明るく調理していただけるところがいいところですね。はい、次こちら設備ですね、モニター付きインターホンカラーでお顔を確認してお話ができますので、こちらも、女性の方も安心してお住まいいただけますね。はい、こちらの、収納スペースもございます。こちらね、可動式の棚もついておりますので、使いやすいかと思いますね。奥の方にはですね、こちら玄関スペースになりまして、シューズボックスの方もあらかじめ備え付けとなっておりますので、高さも変えれますので、女性の方のブーツもですね、十分に収納していただけるかと思います。はい、次に洗面所の方ですね。はい、こちらの方は奥にはシャンプードレッサー、特別洗面台ついておりまして、また室内洗濯機置き場ですね。結構ね、こちらの洗面所が広々としておりますので、いいところですね。その奥には、お手洗いですね。もちろん洋式の清潔感のあるお手洗いになっております。はい、次にこちらのバスルームですね。はい、こちら追い出し機能、自動湯張り機能がついてまして、非常に便利です。まだ換気窓もございますし、換気扇もありますので、換気もバッチリですね。こちらの洗面所はね、こういった形で鍵も閉めれるようなところとなっておりますので、こちらも安心していただきます。はい、まだまだご紹介させていただきたいんですが、詳しいご内容は弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなしになる心、賃貸のマスクでは皆様のお部屋探しを全力でサポートさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。